はい、どうもレフティー系です。今回はですね、こちら C3 プラス桜カスタム 63L モンスターチューンクロスレシオ、こちらの長さ 6.3 フィート、そして何より嬉しいのが3ピース、まあ、姉妹寸法がねだいぶ小さくなります。あとはね、ちょっとまだ、暗い時間帯なのでこのロッドの美しさはちょっと出てませんけど、本当太陽光に当たった時のね輝きがめちゃくちゃ綺麗なロッドになっております。今回このロッドでねちょっと渓流ラストでいい魚を釣りたいなと思ってやってきましたよ。どうかな、ところ反応ないな。この 6.3 フィートという長さがね、またあの中小規模本流で、例えば戻り山へでっかいやつとかね、秋口はね釣れますからね、そういった魚に負けないパワーを持ちつつも繊細にプレゼンテーションできる、ロッドとなっております。こちらの、クロスレシオはね、九頭竜川のエキスパートである森下さん監修のロッドになっております。で、今回のタックルバランスは、テロップに乗せてあります。こんな感じですね。水量いいけどな、今日めっちゃ釣れそう。おっしゃ来たー。けどこれはどっちだ。あ、ニジマスっすね。ああ、はいはい、逃がしましょう。ごめんねごめんね。よし、とりあえず1匹ここっていうところで釣れましたけど。虹ですね、全部。よし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 、バレそうバレそう。よいしょよいしょ、よし来ました、ニジマスです。はい、もうヒレピンですよね、ここのは本当に。で、生まれ育ったそんな感じのニジマスくんです。はい、ありがとうね。はい、あ、うわうわ、あのサイズがめちゃおるな。おお、ちっちゃいのがめちゃおる。当たりはすごかった。ドスンってきましたけど。ちょっと小型のニジマスが多い。ありがとう。メテオラのピンクヤマメはねやっぱ釣れますね。まあいきなり最強を使うんですけど、出し惜しみはしません。
猫がねいるはずなんだけどな、ちょっと埋まっちゃってるよね。昔は結構掘れてていいニジマスがついてたんですけどね、やっぱいたわ。ちょっと姿見られちゃった。いましたね。ちょっと水量が少ないんだよなあれもうちょっとあると思ったんですけどね、そこそこ雨が降ってたんで。ここ最近よし、ここら辺で一発出そうだぞ。いないか、ここで。マジ？よいしょ！来た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 。どうだ？どっち？これちょっとでかいのがそろそろ来るでしょうって言って、またサイズダウン。いや、同じサイズダウンはしてないな。もういいでしょう、この絵は。やっぱニジマスっすね。精悍な顔つきなんで、ここで生まれて育ってる感はあります。ほい、ね、シャープな頭、ヒレもまあいい感じです。当たったような気がした。今当たったような気がしたな。メテオラ4号、ちょっと川幅がねだいぶ狭くなってきたのと、もうちょい視認性と、あと前半結構反応が良かったんでピンクヤマメに戻します。はい、反応があったんでね。しかもここまあ当たりっぽかったんだよね。なんかよっしゃ、ほら来た。よし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 、来た。やっとまともなサイズ。よしよし、おお強っ。よしよしよし、入ろうとしてる。ちょ、入ろうとする。うわ、そこまででかくはないんだけど、めっちゃ引きます。めっちゃ引きますよ。かかり方かもしれんけど。よし、よっしゃ、オッケー。よし、来ましたね。結構でかいよ。めちゃくちゃちっちゃいわけでもない。よいしょ、ごめんね、ごめんね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。尺は余裕であると思うんですけどね。違うかな、ここに。やっぱ顔が尖ってて、あー、いいニジマスだ。ありがとう。やっと釣れたよ。さあこっからかな。でっかいのどこ行ったんや。まあ、あのサイズが釣れればね、まあ、
満足っちゃ満足なんですけどね、ちょっとね70点ぐらいのニジマスなんですよね。ちょっとあの100点満点が取りたいな。来た。でけんじゃないこれ。これはどうだ、でかいんじゃないか。おっしゃ、でかいよ。よしよし、待て。おお、でけ。よし。さあどこで取ろう。決まるか。バレる気はしない。決まろう。よし、でかい。おわ、リア1。おっしゃ、これでけえ。やっぱおったやん。よっしゃ、ちょっと待てよ。よしよし、ちょっと待て。よしよし。この流れがあるから。あー、やばい。俺動画回してるかな。ちょっと、よしよっしゃ、来たー。オッケー、でーけーぞこれ。よし来た。ちょっと浅いとこ行きます。あ、重て。よっしゃ、よっしゃ、でけえ。こいつはでけえ。どっかにおるはずやと思った。丁寧にやってよかった。一回アップで攻めたところをもう一回ねちょっとダウンで攻め直したらね、来ましたね。これはでけえ。いったんじゃないこれ。40は余裕でいってるっしょ。ちょっとごめんね。よいしょ。で、こう。平気。やーべ。でかい。これはでかいよ。あー、これでこの間のじゃないな。45ですね。じゃあリリースします。じゃあね。よし、おー、
一気にね、もう車のとこまで帰るんでね、行くぜ、3、2、1、2、うぃー、あー、ひとっ飛びで、楽だったー、もう一瞬で着いたけど、なんでこんなに疲れてるんだろう、ということで、いやよかった、最後にね、45センチ釣れました。いや、いいニジマスでしたね。はい、はい、今回ね、この、C3 プラス桜カスタム 63L、モンスターチューンクロスレッショですね、使ってみましたけど、いや、めちゃめちゃね、軽快に操作できて、あとは、まあ、魚がかかった時の、まあ、ゆとり、うん、粘りがすんごく強いんで、粘りっていうのはですね、曲がったら戻ろうとする力が結構強い、まあ、それも僕らはまあ粘りとかいう表現しますけど結構ねその粘りが強くて、なんかすごく、やり取りも、ね、安心できました。で今日はバラシゼロ、いやなかなか好成績でしたね。あとねこのクロスレッショね、袋がめちゃくちゃ可愛いんですよ、ね、じゃあ早速袋にしまってみましょう。せーの、ほいほい、ということでね、ほらめちゃくちゃ可愛くないですかこれ。この横文字が刻まれているんですけれども、英語のね、ただこのほら創業137年目かな、6年か7年、結構長いんですけども、その伝統あるこの着物の帯のような桜の柄が入ったね、帯で3箇所結ぶ感じがまたいいですね、すごく可愛いです。よかったらですね、僕のその、YouTube の概要欄の方から、おすすめ、釣り具オンラインショップの方からね、注文とかもできますんでね、そちらの方でご注文の方よろしくお願いいたします。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録よろしくねー。